今も最年少ですか。てかまず番組名がそんな番組名になってると思わなかったです。アイドル発見してるな。結構親父だもんね、雰囲気ね。ありがとうございます。ヒゲが生えてくるんですよ。年を重ねてくることに。いやでもね、けん玉以上のことをしなきゃいけないですよね。いやそうですよね。まあ今日僕はどっちかって言ったら演奏する側なので、ちょっと今日はただのライブなので。いやちょっとやばいね、久しぶりだけど。え、マイク入ってます？いいですか？じゃあちょっと。もう入ってるよ。あ、本当？もうてか始まってますよね。自由に始めてくれていい。あ、そういう感じ。なんていうラフな番組だ。自由。なんかあれ、お笑い向上委員会って知ってます？もう2、3分前から始まってます。まあ、早っ。お笑い向上委員会。あれみたいな感じ。じゃあ久しぶりに、じゃあ大ちゃんの番組やりたいと思います。はい、よろしくお願いします。歌詞違うんだ、そうだった。そうだ、5時だよ、5時だ、うん、もう一回やります。はい、イエーイ、月曜5時ヤイズ TV、 今宵は大ちゃんと歌いましょう。本日のゲストは誰だろう、みんなで一緒に歌いましょう。イエーイ、3ヶ月ぶりですよね。あ、いや4ヶ月ぶりだ。8月以来に来たんだ、ヤイズ TV に来たんだ。早速この部屋に入って、差し入れのお菓子を食ったよ。それがうまい、思い始めた。それもやっぱりな、最近そう食ってることに幸せ感じる。はい、月曜5時ヤイズ TV、 今宵は大ちゃんとレボリューション。本日のゲストは誰だろう、みんなでワクワクレボリューション、みんなでワクワクレボリューション。はい、どうもお久しぶりです。超久しぶりです、マジで久しぶり。ここに来ると本当に眠たくなります、落ち着きすぎて。あ、うわ、めっちゃ久しぶりの人ばっか、やば。あ、やばい。ってことで大ちゃんです、お久しぶりです。どうも、どうも、よろしくお願いします。3、4ヶ月ぶりです。いや、何喋ろう。出演決まったの1週間前です。ああ。いいですね、ヤイズテレビっぽい。そうですね、ヤイズ TV はね、なんだっけ、あ、どうもお久しぶりです、大ちゃんです。お、久しぶりです。いや、めっちゃ久しぶりに来た。終わりじゃないですですよね。まだまだやってない。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まだやってない。緊張をしながら佇んでるから。あのね、ヤイズ TV あるある、台本がいらないという。台本を作ってきたら、ほとんどヤジが返ってくるので、それで終わりなので、時間経ったら30分経ってると、まあ、そんな感じなので、基本的にもうアドリブで行こうと思っています。今日もそんな感じで、大ちゃんのなんか番組名なんか、アイドル発掘番組、アイドル発掘、まあそんな感じで、まあちょっとすごい人材を発掘できるような番組にしていきたいと思うので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。うち、僕ライブハウスのフリーキーショーってとこでね、働かせていただいてるんですけど、その店長がご利用しの、女子高生の子を連れてきたので、今日はその子に歌ってもらいましょう。どうぞ。よろしく。はい、どうぞ。イエイ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 。あ、座っていいよ。大丈夫、座っていいよ。はい。でね、はい、このピンマイクをつけるみたい。ピンマイクつけてね。
ごめんね、はいはい、やだやだじゃないよどこにつける、こんな感じ、はい、じゃあそう、これでいいや、これこれ、これにつけりゃいいや、あ撮ってますよ、これ大丈夫か、あここにつけますか、あこれさ、向けないとあれじゃないなんとかなる、なったよし、大丈夫、イエーイイエーイイエーイ、オッケー、ありがとうはい、高校2年生の女子高生シンガーソングライターちょまちゃんです、どうもよろしくお願いしますあの先に言っときます、彼女とっても緊張してますなぜかというと昨日の夜に誘いました急だなあの番組名を知ったのは一昨日で、嘘って思って、もうアイドル発掘これちょっとこれからなんかもうスーパーすごいやつになっていく、こう呼ばなきゃいけないなと思ってちょっと急遽呼ばせていただきました。たまたま彼女暇人だったので呼ばした学校がないんでそうなんです、まあ台風もねあったからね、大変だった ね、うん、ね、台風の時何してたの、別撮りしないといけない、寝てた寝てた寝てたの、寝てた、あいやニートやな最近寝てばっかしかない、ね、でもそう、彼女ツイキャス、ツイキャス、あ、取れちゃったよ、あ少々お待ちください、俺ここでいいじゃん、こうやって服にこうやってつけちゃえば、うん、そうそうそう、あそれでいいよ、あそれでいいじゃんね、そうね、はい、はい、バッカー、どういうことどういうこと、はい、大ちゃんバッカー、どういうこと普通にディスられたね、ね、ヤイズ TV ってこういうところだから面白い面白い、あのね、常にシャッターチャンスをね、伺ってるからだからすげえいい話の途中にはいチーズってくることも普通にあるからねあ、そういうこともね、あのそこがヤイズ TV のいいところでもあります。まあそんな感じでちょっとじゃあ話に戻りたいと思います。普段ツイキャスなどでもちょっと弾き語りで配信してて、うん、してる。どれくらい配信してる、いつもペース結構適当に配信してる？毎日ほぼ。毎日やってんだ。毎日時間を抑えて1時間とか30分歌ってるってこと？うん、すごいねそれ。枯れない声。いや、あでも風邪ひいた時とか、だよね、うん、そうだよね、もともとハスキーな声質だけど、イエイイエイ女子高生はノリで乗り切るという大事大事大事、そう、高校2年生はノリで乗り切ってます。まあそんな感じでね、うん、なんか歌う、じゃあせっかくだから、ふんころがし、ふんころがし、ふんころがし、はい、なんかその彼女ふんころがしって歌があるらしくて超気になるお怖い、じゃあね、まあせっかくだからね、オリジナルの歌をちょっとぜひお願いします。覚えてるかな、適当にやります。歌詞は、うん、書いてない。あ、書いてないの、短いから。あ、本当に短いからいや俺適当に合わせていいじゃん。いいよ、めっちゃ短いで。いいよ別に、じゃあ適当に合わせます。いくよ。いいよ。恥ずかしい、短っ服短っめっちゃ恥ずかしい。確かに短いわ、もう1分じゃないこれ本当だよ1分もない、30秒、まあ、じゃあ、あれでしょ、どうせまた後でね、バラードとか、うん、ね、歌ってくれるもんね、まあ、うん、ウォーミングアップそうだね。でもなぜかこの曲が一番人気なんでしょ。そう、みんなふんふんふん言ってくれる。あ、なんかほら、あ、すごいよ、なんかコメント入るんだよこれ。見えない、目悪いから、ね、あ、ね、こう俺のとこだと、うん、そう、これね、ヤイズ TV のね、あの、うん、やつがあるんだけどね、
暑い。暑い。暑い。俺クーラー効いてないよ。こういう時にかい。そう。ほら。ほら。痛い。ちょま、ちょま、パチパチパチ。あ、すごい。おお、来てるみんな。ヤッホー。ね、コメントしないで。ヤッホー。ヤッホー。やっとコメント返しました。ヤッホー。ね、そうなんです。僕の名前もふんころがし。ね、すごい人気なんだね。みんなふんふんふん言ってくれる。ふんふんふん言ってくれ。そうなんだね。じゃあちょっとせっかくだからね。今時間は？あれ全然時間見えない。あ、これ見ればいいのか。ここにあるやつ。なるほど。あ、よかったよかった。いいね。何やろう本当に。いいよ。ずっと歌ってもいいし、せっかくだからなんか話しながら、なんか適当に話しながらラフにやっていこうか。そうだね、うん。そうだね。あんまり緊張しすぎんのもうらしくないからね。そうだね。うん、ヤッホーって言ってるよ。ヤッホー。ヤッホーって言ってるね。いい声してるね。でも前ね、ちょまちゃんね。あれ大丈夫？あれ今？あれ？ん？何にもないよ。あ、そっか。うん。そっかそっか。ちょっと BGM 流しながらじゃあね。せっかくだから。どうしよっかな。ちょっとおしゃれにやろうか。そうだね。まずどうやなんだろう。なんていうか。いつ頃から音楽始めたの？去年の。あ、意外と最近だね。去年なんだ。去年の5月ぐらいから。ってことはもう1年ちょいぐらいか。そう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 。へえ。それで何の影響で音楽始めようと思ったの？なんかその元々、うん、なんていうんだろう、ソロギターの方でそのお侍さんっていう人がいて。お侍さん。はあ、そう。でその人に憧れてやり始めたみたいな。そうそう。それに憧れて始めてで今があるんだね。高校受かったら買っていいよって言った。あ、そうなんだ。高校に受かって、うん、なるほどね。そっかそっか。まあどの場所とは言えないけど。うん、まあまあまあ、まあ、ちょっと内緒だもんね。しそうね。すいませんファンの皆さん、ここは教えることはできません。内緒です。その調子してくれるだって。卒業したらそうだね。卒業したら教えてくれるらしいから。そうだね。それまではね。まあ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 。そっか。なんかさ。そうだね。じゃあなんかさ、なんて言うんだろう。なんか来たよね。何これ。出たこれ。飾りじゃない。いや、光るふんころがしじゃない。ふんころがし。なんやなこれな。うん、あんまり意味がなかった。あんまり意味がなかったね。キラキラしてる。そうだね。まあ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 。まあまあそんな感じでね。あ、そうだ。これは CM のスポンサーとか紹介した方が。あ、してください。はい。じゃあ今日ね、今回ヤイズ TV のスポンサーを、お先に紹介させていただきます。ペットの総合施設 DC キャッスル様。つかちゃんの癒しタイム様、シンガーソングライターの平様、カッパのなめこ様、ぜひ検索してみてください。古民家カフェ、カフェアイオイ様、カフェアイオイ様ですね。はい、あ、俺の歌？俺の歌じゃないね。愛を歌。あ、違うよ。あ、違うわ。あ、いいよ、大丈夫。そこまで覚えてくれや、嬉しい、普通に。浜松の神エステサロン、サロンドピュール様。で、なんだ？静岡下半身ダイエット専門整体サロン様。下半身ダイエットだって、ちょっといいな、いいな。ね、いいな。あの足の太ももをちょっとね、ダイエットしたいな。それな。あ、なんか、あ、こんばんはって言ってるよ。誰？はじくん、こんばんは、ヤッホー。よかったよかった。はい、じゃあすいません、それやりながら。メンチカツの、おのや、メンチカツの、おの焼肉屋、コーラクスマ、大人が輝く背中を見せる、梅チャンネルの、松原美里様、すみません、失礼いたしました。ドラゴンと一緒に希望を与えます、エルピス様、増田グリーン様、ピクニック365カフェ様、猫の肖像画作家、カトレイト様、以上スポンサーの皆様がヤイズ TV を支えてくださってあります。ありがとうございます。今後もヤイズ TV よろしくお願いします。お願いします。ごめんね、ちょっとすごいちゃんとしたことをさすがにやるからあんまこんなことしなかったんだけどね、昔は。今ちょっとね、いろんなヤイズ TV が広がってきたからね。いいね。
大ちゃんさんもいる。あ、大ちゃんです。どうも。大ちゃんです。なんかせっかくだからね。まあそんな感じで、じゃあこう1年ぐらい音楽やってどう今。どう変わった？生活とか変わらない？やっぱ音楽始めて。変わった。どう変わった？なんかギターが本当に一つでも傷つくと泣く。うん、お泣く。なるほど、ね、お友達なんだね。そう、大事。なんか、うん。そうだね、ギター大事だね。毎日やってるのが楽しい。そうだね。わかるわかる。なんかさ、その結構さ、ギターってさ、生き物ってよくね言われるんだけどね。うん。俺のさ、ギターとかさ、ここすっげえ傷ついてるのわかる？え？ああ。ここわかりますか皆さん？めっちゃズームやもん。そうなんだよ。ここ傷ついてるのわかります？ギター。あのですね、ギター。あー、ごめん。許さない。ごめん。私の言いなりになって。私の言いなりになって、うん、ごめん、女子高生にいじめられるという、ね、怖い怖い怖いね、うん、まあそんな感じでね、あのギターってね結構やっぱ引き込むじゃん、うん、こういう傷っていい傷だと思うんだよ、まあね、あのなんか何ですか大丈夫かな、まあ、こういう傷ってすごいいい傷だと思ってて、うん、なんかそのやっぱ木のなりってしっかりなってた方がさ、うん、やっぱ生き物だしすごい なんていうんだろう、成長するじゃん、うん、ギターって。俺のギターもすごいね、そういうのでよく成長したってよく言われるんだけど、なんかねやっぱ引き込むと引き込むだけね楽しくなっちゃうし、 そうなんだよ、それがそういう傷だから、こういうのはいいかもしれないね、うん、親に傷つけられた時は悲しい。親に傷つけられた、どういうこと？あの洗濯物がちょうど上にあって、それがパッて落ちてきて、ちょっと気づいちゃったところあって、そういう傷はね、うん、ちょっとね、なるほどね、なるほどね、蚊がいるね、蚊がいるね、蚊がいるね、もうしょうがない、どんな現場にも蚊はいるまあね、そんな感じなんだね。じゃあなんかさ、普段さどんな人と一緒にやらせてもらってる？なんかライブとか。ライブ？うん。今度も東京とかでライブあるもんね。うん。ライブあるね。ね、いっぱい、どれくらいライブやってるのペース的に。で、いろんな人とやるでしょ、だって。1ヶ月に今んとこは1回ぐらいは。1回ペースでやってて。うん、でも、まあ、多くても2回とか。かな。なるほどね。まだ呼べるからいいじゃんね。いや、でもいやそんなことない、ね、そんなことない。そうなの、意外と読めそうな感じもするけどね。あのやっぱスケジュールが合わないとかあるから。ああ、しかも静岡って、まあね、そのすごい微妙な地点にいるから、あ、なんとも言えなくて、うん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 、そう、ほら見てズームされてるよ。 NZ 今さら言うな今さら NG を言うな。 NG 大丈夫、ファンは喜んでる喜んでないよ。まあでもね、ね、そう、とりあえずちょまちゃん、ちょまさんめっちゃめっさうまいってきてる。いや、ありがとう山猫さん。そうだね、まあね、そんな感じでね、こうやってファンもいるくらいですから、なんかせっかくだから歌聞きたいのかな。何がいいですか？何がいいんだろうね、オリジナル曲。うん、どう、何がいいですかって言ったら多分返事来るんじゃないか。ちょっと返事待とうか。うん、うん、それまでちょっと話してよ。さっきもちょっとね、いろいろツイッターの方で何がいいかなって言って、うん、あ、本当、うん、で、なんか返事来た？いろいろ来た。あ、本当に、なんて来たの？え、オリジナル曲めっちゃ、なんていうの、これやって、あれやってってコメント入ってる。お、好き、愛席、愛席、愛席多いな。好き好きって曲があるんだ、うん、ちょっと似ちゃってるかも、大ちゃん家に。あ、キュンキュンみたいな感じ。うん、あ、いいじゃん。やる？やろうよ、せっかくだから。好き好き君のことの、お、ちょっと教えてよ。じゃあセッションしようよ待って、書いてねえわ多分ちょっと待ってな。何曲ある、オリジナル？オリジナルは今んとこ、うん、5個。あ、5個ある。ボツにしたのもある。結
あ、ボツにしよう。まあでもボツのやつもね、言っとっとけばなんか何かしらに使えるじゃんね、うん、なんか意外とそれも人気で、うん、前にキャスやった時に結構、うん、え、なんでこれボツにしたのみたいな。いや、そうだよ、曲はね、取っておくべきだよ、絶対に。なんか、まあね、そうだよ、ほら、だって曲って子供みたいなもんじゃん、ある意味、うんうんうん、自分で作り上げたもんだから。せやな、ね、多分それ何やっても多分ファンは嬉しがるからね、きっと。そうですよね、皆さん。そうかな、ね、どうかな、多分何やっても嬉しいと思うけどね。お、いいね、いいね。そういう感じなんだ。そう、この音ね。そうね、え、この感じのメロディー、いいね、うん、回せるよ。ありがとう。歌えるかな。音域難しい、うん、出ない。じゃあ歌います。なんて曲？好き。好き、じゃあどうぞ。好きって曲です。なかなかどう、アレンジいい感じじゃなかった？結構良かった。よっしゃ、いや、すごい、すごい、さすがだね。さすがっしょ。さすがだね。パチパチパチ、ありがとうございます。イエーイってきてる。ほら、え、あのチョマさんが歌作れば嬉しいですってきてるから、よかったね。ありがとうございます。嬉しい。5分前に終わるんでしたっけ？誰も答えてくれない。誰も答えてくれない。5分前です。なるほど、じゃあそうだな、ラスト1曲なんかやる？じゃあせっかくだから。やる？うん。あと、そうだね、せっかくだからなんかライブ告知すればいいじゃん。今。うん。12月23日東京の池袋カノープスさんっていうところでライブをします。よかったらね。で、その時に
CD を発売するんですけど、もしその時に来れない人は多分メルカリ、うん、メルカリで売ろうと思ってんで、またカリカリね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ぜひもしよかったら、そう、あの詳細はあの彼女のツイッターから流すと思うので、ぜひ見てみてください。じゃあ最後1曲やって今日はおしまいにしようと思っています。あ、買います。だってやった、よかったよかった。え、誰？山猫さん。あー、山猫さん、よかったね。やった、よかったよかった、嬉しい。そうだね、じゃあ時間もちょっと迫ってきたからやりますか。じゃあ短いので、うん、短い曲、じゃあ1曲最後やって今日は終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。またぜひ見てみてください、うん、じゃあやろう。何やるの次？え、夏全然季節が違うんだけど、うん、いいじゃんいいじゃん、うん、だいたいライブの終わりにもやってるやつ。なるほどね、うん、いける？いけるよ、多分。声叫んじゃうかも。いいよ、叫んで。ああ。女子高生の。ああ。じゃあ行きます。愛席っていう曲です。いいよ。君と過ごした日々が当たり前になってく。笑顔は透けていたね、照れながら言った。夏休みもあと少し終わってしまう。忘れたくない記憶、どんなにあがいたらって君にたどり着けない。これが運命、この一瞬のことだけ陽炎が霞んで今のはすごかったびっくりした。すごいっしょ。はい、チーズ。なかなか上手だったね、今のはね。いや、バンド、ありがとうございます。バンドだから、バンドマンだから、ね、即興です。本当に何にも打ち合わせしてないでこれです。本当すごいですよ、はい、すごいです。ちなみに僕パームインザさんってバンドやってるので、もしよかったらぜひお願いします。大ちゃんです。あれじゃない、なんかマーカー一緒にやったもんね。うん、そう、その動画のギター弾いてんの僕なので、うちのツイート見ていただければ、ぜひぜひお願いします。僕の方もフォローしてください気軽にうちのこともよろしくお願いします。ちゃっかり宣伝した悪いやつでもあのぜひね、この子もぜひこれからも末永く応援してあげてください。お願いします。ちょまちゃんでした。ありがとうございました。次の番組松坂慶子のブレイクタイムなんで、はい、氏家のり子の、あて、親父ギャグでブレイクタイム、イエーイ、イエーイ、ありがとうございます。じゃあ今日はここでバイバイ、バイバイ、バイバイ、バイバイ。終わらねえな。